ハリー・ザイトラー、ホッチハウスの家どうなおハリー・サイトラーは、1948年にアメリカからオーストラリアに移住した建築家。オーストラリアの現代建築を代表する一人であり、バウハウスの理論を表現できる建築家である。オーストラリア国内外で重要な居住建物と商業ビルディングを作り、新しいアイデアと建築技術を広め、シドニーの建築に貢献した。 1976年にザ・ロイヤル・オーストラリアン・インスティチュート・オブ・アーキテクツ・ライアゴールドメダルを1996年には RIBA ゴールドメダルゴールドメダルを受賞した。サイドラーの建築なくしてシドニーやブリスベンを創造することは難しい。彼の建築はエレガント、美しい単純線、理論的で明確にコンテンポラリー建築を表現している。彼にとって 高層建築とはトーテムポールであり、人々から尊敬をもって崇め立てられるものでなければならなかった。彼の建築はヨーロッパのバウハウスに行きし、そのグラスルーツはオーストラリアのランドスケープからインスピレーションを得たものではない。彼の建築は自信と新しさと技術の混合でありしである。彼の信念は時として官長との議論のもととなり、 彼を批判するメディアも後を絶たなかった。ユダヤ人である彼の幼年期は必ずしも楽なものではなかった。ナチスから逃れるため15歳で生まれ故郷のウィーンからイギリスに渡り、その後カナダのキャンプに送られた。終戦後マニトバ大学を1944年に卒業、ハーバード大学への奨学金を得て、ウォルター・グローピウスから学ぶ。 そこで彼のモダニズムへの執念が生まれ、欠けることは生涯なかった。サイドラーは25歳の時、オーストラリアに渡り、オーストラリアで最も重要な建築家となる。彼の成功は限られた予算でリアリスティックな建造物を設計する才能である。彼はオーストラリアスクエアによって、新しい都市空間のあり方をシドニーに紹介した。他にも、 ブリスベンのリバーサイド、パースのクビー、シドニーの MLC センター、ホライゾンアパート、グローブナープレス、コーブアパート等どれもが建築でありながら輝ける彫刻のようである。香港の香港クラブ、パリのオーストラリア領事館、ウィーンのウォンパークとナう側では、構造とスペースの協調を完璧なまでに、鉄筋コンクリートにて表現した。 彼の末期の作品では17世紀のバロック建築家、フランシスコ・ボー・ロミニからインスピレーションを得て、円、また、円の一部である曲線を多く用いた。彼の母のために1948年に設計した、ローズ・サイドラー亭は、彼の経歴の中でもホールマークである。バウハウスの教科書でありながら、サイドラーの個性をも表現した作品であり、重要文化財として今も保存されている。 彼の自宅もフランク・ロイド・ライトのウォーターホールに似て小川とブッシュに突き出して建てられた。彼の経歴はオーストラリアで作られたが変わることがなかったアメリカンアクセントに象徴されることく海外の文化の影響を紹介し続け彼が真のオーストラリア人になることはなかった。サイドラーが1996年に英国建築協会から ロイヤルゴールドメダルを受賞した際、ノーマン・フォスターは、彼の建築は特別であり、彼はコンクリートを彫刻に変えることができる詩人である。と語った。彼は、彼の妻ペネロピートの間に、ティモシーとポリーを残した。ありがとうございます。